ナダルです。始まりました。よろちきチャンネル。よろちき、よろちきチャンネルちゃうよ。え、別に。ちゃうんすか。ちゃうやろ、よろちきチャンネル。いや、だって。あんな人の悪口でランキングするだけのチャンネルちゃうねん。いやいや、もう仲良く行きましょう、木村さん。あのね、だから言うたら、まあ何回もインディアンスの名前出させてもらってますけど、言うたら、コラボするよりインディアンスのチャンネル僕らで出てて、コラボ僕らの方まで出てもらってないんです。あ、そっかそっか。そう、だからこれ僕らの方に回してほしいなっていうだけの話。あ、これをな、うん、あ、いや、いいよ、全然いいですか。全然。いや、だからほんまに、なんていうんですか、これ、今日ね、沖縄で営業あって、沖縄ね。そう、ほんで、いや、嬉しい、まあ、夕方からやったんですけども、うん、ちょっと、今日、それだけやったんですね。ちょっとだから、まあ、その営業だけやったから、はい、ちょっと朝から行かへんかみたいな、はい、いや、ちょ、マジで、ちょっと、こんな、ちょっと伝わるかマジで最高なんですけど。いや、めっちゃいいけど、運意もな、すごい。こっからちょっと見えるかな。ちょっと見せていいっすか。これ見えてる、うん、お前の顔かい。なんやねんそれ。いや、これこんな、こんなおもんないことやってまうぐらい楽しいっすよ。ヨロチキチャンネルやな。いや、これちょっと小さいんですけどね、海もめっちゃ綺麗やし。うん、でもすごいね。いや、すごい晴れやかやな。晴れやか。ほんで、ちょっと僕らは朝11時ぐらいに着いたんか。いや、そうやね、11時着いて、今いろいろ食べて、琉球のね、パッション的な、パッション的なやつ。だってポーク卵おにぎり1人3つ食べて、うん、最高よね。フライドポテト食うて、唐揚げ食うて、うん、タコライス食うて、アイスクリーム食うて、これめっちゃ食うてますよ、ほんま。めちゃくちゃええわな。ありがたい、ほんま。いや、だからまあ、せっかく仲良し旅やから、ちょっとね、はい、このせっかくやから撮った方がいいんかなって、うん、で、これ若槻さんの T シャツ。あ、うん、いや、そのやめてくださいよ、いかに着こなせてるかっていうので時間取るやつ。いや、若槻さんのやっぱりいい写真撮らなあかんの。亜生にライバル心もやし、亜生が軽く撮った写真が着こなせてる前ないんですよ。いや、だからそれと同じぐらい。ちゃいますからね、キャラが。いや、同じ色やからね。それ可愛く撮らなあかんねん。そんなライバル心。そういうお前のなんかおしゃれみたいな案件は来ないやろうか、お前には分からんやろうけど、おしゃれに撮らなあかんから。いやいや、申し訳ないですけど、結構最近おしゃれになったなっていうね。別に木村さんなんか言われてますね、ま、だって俺元からおしゃれやからな。セットアップみたいな、うわめっちゃええやんとか結構言われてる。でも言ってたで、セットアップ選ぶやつはなんか別におしゃれじゃないみたいな。なるほどね。なんか手前のやつ、作られたものだけ、規制されたものだけ着てる、何のオリジナリティもない、最低の人間って言ってた。そう、最低のには聞いたことないけど、だから正直だから、木村さんもそのほんまに亜生みたいにほんまにおしゃれなやつ一発で決めんのよ。なんであんな何十枚もと思うの。いや、何十枚も決めんのよ、トライアンドエラー。いや、よう分からへんけど、エラーばっかりやから。エラーばっかりやから。あんま後半にポートレートでこの角度良くないとか、まあ言わんばエラーが撮ってねえから。可愛いリュックも重かったし、そういうリュックを重たいはしゃあないよ。いろいろ入ってんで、漫才道具が。まあ面白いんですけどね。いや、まあ面白いんですけどね。いや、うん、まあまあまあ楽しい旅とは言ってるんですけど。いや、楽しい旅にしたいよ、やっぱり。うん、正直この楽しい時間とこの揉めてる時間半々ぐらいじゃん。いや、そうだ、今もだからこれ楽しいタイミングで時間にしたいのに。揉めたくないのよ、ちょっと怖いかも、この指が当たりそうやったけど怖、そういうので一個ずつ揉めてってまうから。マジでほんまに YouTuber で楽しいタイミングにしたいんで僕。そのなんかもう3つかかってこんでいいっすよ。いや、お前、え、別にそれほんまにちょっとマジで言わせてもらうと、俺こういうとこで先輩がラッシュ組んでるけど、後輩ラッシュ組んでもええんかな。分からへんけどお前の地元はそうなんかもしれんけど、分からへんけど、ちょっとほんまに言わせてもらいますけど、僕のことでそんな細かく注意するの木村さんしかおらへんから、まあ、器小さいみたいなんで、ほんまに、うん、え、めっちゃ器小さいで、うん、心取ってんからでかくするわよ、器。なんで俺、心取ったのと別に器比例ならへん。変なこと言ってるって、もうほんまにもなんか最近たまに勢いだけで悪口言ってる風なことあるから気をつけてな、うん、別に僕はいいんですよ、ちゃんと誘ってるわ。木村さんほんまにギャーギャー言ってるだけで何も誘ってない、ほんま。いや、だから好感度低い芸人で何の活躍もせずに顔引きってるだけなんで。いやいや、ね、お前も好感度低い芸人で活躍した風なだけで、うん、変な顔で笑われてただけやから、この人なんか変な顔だなで笑われてただけやから。顔で笑かして、あれ顔芸してないから。顔やね、顔やね。木村さんちょっとほんまに申し訳、一回も見てない。あ、ちょっと足組んで持ってるか。足組んで持ってるけど、それはどういうかな。組んでだから。足組んで持ってるけど。仲良くしてる。え、そう、やめよう。こういうさ、わかりました。はい、頼むわ、うん。ミッキーマウスもんね、ちょっと画角がごめん。頼むわ。ずれてるから、ね、いちいちその僕の足映そうとするために画角ずれてるから。いいです。頼むわ。じゃあ仲良くしたいから。
いやでもほんまにその、うん、木村さんとまあ家に来ていただいたりね。そうね、なんか嬉しいね。家族ぐるみで家族ぐるみでね、ちょっとご飯家族子供同士でな、うん、嬉しいな。もらったりしてて、ほんでこの二人きりっていうのが、ね、仕事のねちょっと合間飯行くとかありますけど。いやあるけどあんまないよねこういうのがね。この長くいるのは結構。いや嬉しいね。嬉しい。いやマジで嬉しいわ。ご飯もいっぱい食べさせていただきましょう。ああいや全然、まあ、先輩やから全然。いやほんまでも、もうだから別は今日だけで 1,、はい、1万ぐらいかな2人で出した。別に金額とか別にあれやけど全然あんま言いたないけど俺も出したし現金がなかったからな。出したのに木村さんに今までずっとおごってもらったからいただきますって言って木村さんがおうって僕出した金よね。なんでいただきますって。後で返すから現金ないからびっくりした。沖縄まだ全部現金。沖縄バカにしてるやん。バカにしてない。別に現金の文化ええやん。別に全部そのモバイルでその木村さんに合わせて世界回ってないから別に。いや俺がも俺がもモバイルの先駆者じゃないから別に。みんなモバイル使ってるから。後から別にそのなんかじゃあ何のために揉めてモテるで。まあ、風吹いてるんですけどね。なんか、まあ、結構いい風、そのあんまり暑くもなく割と涼しいかなっていう感じ。暑いっしょ結構冷たいの。僕おすすめか。いやいや、そんなに風吹いてない時もあるし。海もね。マジで楽しかよ。いや頼むわ。ちょっとほんまに仲良し旅やから。結果でかないか。いや暑いから。そう結果でかなるやん。いやいやでもほんまなんかその沖縄のなんか劇場とかね。汗かいてないの。新陳代謝病気だ。大丈夫心配。もしほんまに病気だったらどうすんの。ワード選べてたから。もしほんまに病気やったら早めに見つかってよかったなと思って。治すために頑張ろうぜ。こういうね今のもまああんまこれダメな先輩ダメなすんのもあれやけど、もう今しんみりしたやん。何の意図があって発言したの。え、しんみりしたやんもタメ口になって思ってるけど。でもしたやと思ってるから。芸歴を裏で実力はしちゃうと思う。先輩後輩、実力で決まってないから。実力で決まってたら M1 まで1回も出てないから。まだ賞レース出たことない。なんか分からへんけどお笑いの力全て M1 やと思ってる。全然関係ないからね。賞レース平場とか全部出たことない。いやあるて出たことない。賞レースの決勝出てから言ってほしい。そう、なんかみんなが覚えてる賞レースとか出てで、ジェットコンの例えばさ、M1 とか、R1、W、キングオブコントとか。キングオブコント優勝してんねん。そういうのがある。優勝してて、だから。いや、わかんねん。ね、忘れて、俺はええけど、書いてのネタ書いてるの西野やから、西野ディスってることになりますよ。いや、そんなことない。うん、M1 3回決勝でも言ってなかった。キングオブと優勝して、うん。で、西野がいつまでもあの優勝のことをしがんでるって言ったから。うんうん、そう、西野って誰しがんでるから全く成長しない。もうええねんあれほんまに。もういつまでキングオブコント最年少優勝言うてんねん。もうええねんそんなん。どうでも。いやいやよくないでも。今からもうそんなこと忘れて次から次に前に進んでいかなあかんのに。まだ引きずってるからもう全然伸びひんねん。だから今次のステージ行ってる。行ってないねん全く。ずっと足踏み、なんか足踏みして筋トレしとんねん。なんか知らんけどどうすんねんこれ西野。わけわからへん。なんか優勝したらすごい。確かにそっからどんどん強くなってって、なんかその芸能界のトップにおるとかやったらな、それすごい。いいやだって筋肉鍛えて。筋肉鍛えてどうす、何がおもろいねん。筋肉留学とかしたらええやん。筋肉その耳なかってる筋肉、あれ何やってんあれ。筋肉留学パワー筋肉減って戻ってきたやんけ。今売れてるか知らんけど。だからな、そのなんかわからへんで、その賞レース頑張ったか知らんけど、もっと頑張って、うん、お笑い頑張ら筋肉つけてる場合ちゃうねんで、こんなもんな。どうすんねんそれ。俺と言い合ってなかったっけ。西野に対してなんか言ってるけど、いつものお前に腹立ってる分全然出てもうた。まあまあごめんなさい、話それな。木村さんお前仲良くやりましょうマジで。反省の坊主。何それ元からやったっけ。反省の坊主。仲良くしましょう。仲良くしよう。ちょっとこれ今切り替えて、ちょっと今なんかちょっとダメな感じだったから楽しい沖縄にしよう。あ、そうですね、楽しい沖縄。すごいあれです。じゃあ、はい、じゃあこれも楽しんでいきまーす。